皆さんこんにちは。トートのエース、水上のファンタジスタとも呼ばれるイケメンレーサーの浜野谷健吾選手。そんな浜野谷健吾選手はデビューしてから現在までファンから莫大な人気を博しており、人気投票で出場することのできるボートレースオールスターでの出場回数を見るとその人気はうかがえます。今回はそんな浜野谷健吾選手の経歴を説明しながら、有名競艇漫画との関わりや人気のある理由についてご紹介していきます。浜野谷健吾選手は東京都出身で、東京支部所属の現役ボートレーサーです。父親である浜野谷健直さんは JRA の元ジョッキーで、現在は調教助手をされています。そんな浜野谷健吾選手がボートレーサーになったきっかけですが、一言、高収入を得ていい車に乗るためと語っています。非常にシンプルでストレートな理由ですが、実際に活躍して高収入を勝ち取っているわけですから有言実行ということですね。浜野谷健吾選手は中学卒業後元栖研修所へ入所します。そしてその後卒業し70期生としてデビューを果たしました。デビュー戦は1992年5月19日に地元であるボートレース平和島で迎えます。このデビュー戦は敗れてしまいますが、その次のレース、つまり2走目にして初勝利を挙げてしまいます。デビューしてから初勝利まで1年以上を要する選手も珍しくない中、とてつもなく早い初勝利ですね。デビュー2戦目にして初勝利の水神祭を挙げた浜野谷健吾選手の初めての優勝は1993年9月23日で、デビューから1年と4ヶ月19歳10ヶ月の時にボートレース戸田で開催された一般戦でした。この後2度目の優勝まですぐと思いきや、優出しても勝ちきれないということが続きます。初優勝から2回目の優勝まで優勝戦25連敗費やした時間は2年と7ヶ月1996年5月6日にボートレース平和島での一般戦で2度目の優勝の瞬間を迎えました。その後はプレッシャーから解き放たれたのか、目の覚めるような大活躍を見せ、3節連続優勝を含む年間7優勝という記録を打ち立てました。それまで25回も優勝戦で敗れていた選手とは思えない活躍ですね。そんな大活躍を見せた1996年の10月にボートレース福岡で開催された第43回全日本選手権に SG 初出場を果たし、初出場ながら3勝をマークする活躍を見せました。しかしその一方、5日目の4レースで転覆し、同じ日の7レースでも転覆と、1日に2回も転覆失格になるという前代未聞の記録にも見舞われました。皮肉にもこのことが全国のボートレースファンに浜野谷健吾の名を深く知らしめた要因ともなったようです。翌年の1997年、ボートレース桐生の周年記念競争 G1 第41回赤城大臣杯で G1 初優勝を遂げました。予選で1着2本2着2本の成績を残し、4号艇で臨んだ準優勝戦2コースからまくりを決めて優勝戦の内枠を手にした浜野谷健吾選手は、翌日の優勝戦に3号艇で出走します。3コースからコンマ07のスタートを切った浜野谷健吾選手はまくりを決めてトップに立ち、後に並んで関東のエースと呼ばれることになる山崎智也選手とのワンツーで初の G1 制覇を飾りました。 G1 を制した翌年の1998年に3回の優勝を数えて臨んだ10月の SG 第45回全日本選手権に出場、準優勝戦に2号艇で出走しました。実力者が揃うこのレースで浜野谷健吾選手は4コースからまくり差しでの勝利を手にし、3号艇で優勝戦に進出します。優勝戦では5コース回りとなってしまいますが、ここでもまくりをしっかり決めて勝利、24歳で初めて SG の栄冠を手にしました。1998年10月に SG を制した浜野谷健吾選手ですが、活躍はそれだけにとどまりません。翌月にボートレース浜名湖で行われたダイヤモンドカップで優勝し、2つ目の G1 タイトルを手にします。翌年1999年には6月のボートレース芦屋の周年記念である
全日本王座決定戦開設47周年記念競争や7月のボートレース多摩川の周年記念である、ウェイキーカップ45周年記念競争や9月のボートレース多摩川のダイヤモンドカップと、年間3つの G1 レースの覇者となりました。2000年はボートレース芦屋の周年記念競争を前年に続き連覇し、11月26日にはボートレース住之江で開催された SG 第3回協定王チャレンジカップで優勝。3年間で2つの SG、 5つの G1 タイトルを獲得しました。その後も快進撃は止まらず、2001年は5月末から6月頭まで開催されたボートレースの周年記念である、ツツジ賞王座決定戦開設49周年記念競争で優勝し、年末にはボートレース住之江で開催の SG 第16回賞金王決定戦競争シリーズ戦で優勝し、3つ目の SG 獲得。2003年は目立ったタイトルこそありませんが、年間勝率 8.19 とまさにトートのエースと呼ぶにふさわしい成績を残しました。2005年は平和島、江戸川、福岡と三条の周年記念レースで優勝し、ボートレースナルトのダイヤモンドカップでも優勝。年間5つの優勝のうち4つが G1 レースでした。浜野谷健吾選手にとっての4つ目の SG 優勝、それは2007年3月のことでした。地元ボートレース平和島で開催された第42回総理大臣杯に出場した浜野谷健吾選手は予選6走中5レースで連退し、準優勝戦に2号艇で出走、インに構える石川慎司選手を差し切り、見事勝利して優勝戦へ駒を進めました。優勝戦では1号艇の植木道彦選手がコンマ01のフライングを犯してしまいますが、その他全員が0台のスタートを決める中、浜野谷選手はまさかの気合のタッチスタート、恵まれでの勝利となりましたが、見事総理大臣杯を勝ち、自身4回目の SG 優勝を成し遂げました。浜野谷健吾選手は1996年の全日本選手権に出場してから2020年現在までなんと25年間毎年 SG に出場し続けています。言うまでもなく一流レーサーの証ですよね。また2023年5月23日に芦屋で開催される SG 第50回ボートレースオールスターに出場することが決まった浜野谷健吾選手は27回連続27回目の出場、これだけ長い期間ファンからの支持を集め続けられるのはそう簡単なことではありません。マスターズ世代となった今でも根強い人気があるということですね。そして浜野谷健吾選手を語る上で欠かせないのがモンキーターン、主人公の畑野健二のモデルとなっているのは浜野谷健吾選手です。他にもライバルの道口雄大は中口博隆選手、帝王榎木雄介は元ボートレーサーの植木道彦さん、強豪女子レーサーの串田選手は寺田千恵選手とそれぞれモデルに起用されています。全く一緒というわけではありませんが、名前や地元の平和島などモデルとして起用されていることはわかりますね。そんな浜野谷健吾選手の特徴は何といってもその鋭く豪快なターンでしょう。豪快なまくりが決まった時は見ているこちらも思わず息を呑む瞬間です。平均スタートタイミングはコンマ15からコンマ16と早くも遅くもないのですが、それでも勝ち星を積み重ねていけるのはそのターン技術あってこそでしょう。浜野谷健吾選手の通算優勝は記録に残っているだけでも83回、その中でも SG は4回、 G1 は21回ととてつもない回数の優勝を誇ります。いかがでしたか。今回は浜野谷健吾選手の経歴を説明しながら、有名競艇漫画との関わりや人気のある理由についてご紹介しました。一流の A1 レーサーとして走り続けている浜野谷健吾選手にはこれからの活躍も応援していきたいと思います。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。